糸須流四世は門下生一同の衰退を受け、坂上隆昌氏の長男坂上貞昭が世襲。糸須安康、摩文仁健は坂上隆昌の三世代より伝承された型を忠実に守り、後進の指導育成に努めている。型は空手道の入り口であり、修行の神仙の道程であり、奥義でもある。空手道は型で入り、型で進み、型で終わる。型に含まれている技法とその意味を正しく理解することが必要である。勝手に技を変えたり、意味解釈を作り出したりしてはならない。空手道の型は攻撃と防御の動作を一定の演武線上において相手を想定し単独で習得する修行法である。その練習や演武においては次のことに注意しなければならない。まず型に含まれるさまざまな技法を確実に習得することが必要である。技の動きに応じた息遣いをし、常に呼吸を乱さないようにする。そして重心の安定がなければどのような技も意味がない。利き腕、利き足の方に重心が偏らないよう注意する。型が完全に自分のものとなるまで正しく反復練習をし、とっさの場合にすぐ活用できるようにしなければならない。相手が目の前にいると想定して常に目標から目を離さず行う。次の動作に移る時にも目標を正しく判断することが大切である。それぞれの型の特徴や動作の意味を理解し、その応用動作まで研究することが必要である。型には移動方向を定めた八方の演武線があり、始まりと終わりの位置はほぼ同じ場所に戻る。立ち方の歩幅を正確に習得すること。古来より日本武道は斬新を重視する。型の終わりには必ず斬新を心がける。糸須流空手道は伝承された型を中心に練磨し、その技法や応用動作をさらに研究して工夫を重ねている。最初ですけど、こう止めませんよ。ずっと早く持っていてですね、こう下げられます。はい、そうです。
はい、中段ですよ。はい、円を回して、はい、これ肩の高さですね。かけ抜き、こう引かないようにピュッと止めましょう。はい、腰上げないで回って、払い受け、はい、払い行く、そう、これもう一度やってください。もう一度、はい、早くスッと持ってきましょう。そうですね、これ中段ですよ。引っ張り込んで二段蹴り、いい、左の膝の前あたりに、はい、交差受けですね。前回り、はい、交差受け、横回り、スキップ、はい、背頭の目玉払い、左手は背頭です。はい、中段ですね。はい、もろ手の駆け受けに入ります。はい、中段の横を、もろ手横受けですね。背頭横受けですよ。はい、用意して戻しました。はい、はい、これ同時受けになりますけども、はい、もうちょっと向こう向いてください。はい、姿勢がですね、往々にしてこういうなりがちですけども、これまっすぐにします。顔は向こう向いて、腹行きの方がメインになりますから、必ず腹行く方向見てください。はい、腹横受けになりますね、この形です。はい、続けて、はい、まず前回り、後ろ回り、そうですね。はい、交差受け、はい、まっすぐ前見ますよ。はい、中段横受け、もろ手横受けしました。はい、用意姿勢に戻します。前、ストップ、はい、止まってください。え、しっかりの腰ひねってですね、肘で受けます。はい、逆、今手交差足で、もろ手中段横受け、そうです。はい、はい、その場合、ちょっとバランスが悪いですけども、下ぎ足立ちと言いますね。一本足で立つ、下ぎ足立ち、ちょっとバランスが悪いですから気をつけてください。この場合ですね、これはさっきと足上げてください。はい、これも上がらないようにね、まあ一つ上がってもこのグリップ一つ、許容範囲がここまでですね。で、払い受けします。はい、はい、構えます。はい、一回止めましょう。これホーラン構えになります。横払いと蹴りが同時に入ります。はい、追い付き、そうです、逆動作、はい、はい、3回やります。ひとおけ、膝で、はい、これもいやー正位置ですね、外がいかないですね、正位置に入ってきます。はい、じゃ止まります、はい、止まります、回る、ぐるー、そうです。はい、その時足が今つきましたけども、足を下ろさないようにね、つかないようにして、もう一回やりましょう。はい、トン、そうです。はい、蹴ります。はい、左、右、順突きした、はい、回りました。